今回はリゼロコラボガチャを引いていこうと思います。で、来ていただくためにエポカ用意しました。確か声優さんみんな声優さんだったはずなんで、レムの声優さんと一緒なんですよね。だから今回それやります。で、まあ、ガチャなんです。まあ 1.2% かな。そうね。で、星玉の新確定演出が、まあ、復帰してきた人は知らないでしょうけどあるんですけど、いや、コラボでもそれできるのかちょっと気になるんですよね。で、これが確かコラボのグッジョブ。やるじゃない。このキャラ知らねえ。多分2期だわ、2期。いやね、私リゼロは知ってるんですけど、1期のアニメを1回見たくらいなんで、そこまでめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですよね。お、よし。あれ、今もしかして確定演出とか出てたりした？やべ、あ、星4号でしたっけ？そうね。ああ、はい。ベアトリスと、確かクルシュとかその辺が、フェリスか。クルシュとフェリスだったっけ？それで、はい。お！ああ、違う。これはあれか。星4号勢か。はい。はい。ああ、そうね。で、一回確定出てたから、まあ、コラボ確定演出もないわけがないと思うんで、それもやっぱ見たい。うん、いやー、かず、お！お！おー、いや、水瀬よりさんのレム来てほしかったけど、まあレムといえばラムですからね。まあそれもいいでしょう。で、これ、はいはい。いや、でもモンスト初めてやってきた人がこのすり抜けガチャ見てどう思うんだろう。よそのソシャゲさんって頼む、キュピンしてキュ、うーん、はい。よそのソシャゲとか来た時に、なんかそういうコラボとか来た時って、そういうなんかその確率的なのってどうなってんでしょうね。うん。だから、なんかこれ、こういうのばっか出ちゃうと、なんか悲しいことってやっぱあると思うんですよね。なんかその辺どうなのかなって。で、はい、で、次にこの2つが星玉で、打った時に演出出んのかな。はい。まあ、ここは普通に終わったね。でもやっぱ、リゼロと言ったら死に戻りみたいなとこあるんで、やっぱその、オーブ弾かれて戻る演出みたいなのが、なんかちょっと打って変わって出るみたいな。お！よし、エミリア！ラムがいい。いいって。しかもラム出てるし、ちょっと待って、レム一番欲しくて、キピンしてキピン、いや、しないか。お、はい、よし。いや、今回調子いいよ、サブキが。メイン何もいいこと起こってないっす。で、どっちにしても90連はして、やっぱコラボグッジョブ系を集めておきたいね。はい。で、これも出るのかな。いや、わかんないね。コラボに関しては出ないのかな。単純に私の引きが悪いのか。なんで、まあ、その2期、確か分割2クールであったはずだから、まあ、見るのにちょっと時間は。お、いやー、それだったら、コラボ確定演出見たかったな。まあ、そんな感じで2期ちょっと見てみたい。うわ、他の端末全部2体出てんのに、メインだけ出てねえ。はい。お、あ、来た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 。うわ、絶対なんか喋ってるパターンだ、これ。はい。で、これで引く。はい。お、いや、来た、そろそろ来たじゃん。これはもう、だってミッションでしないもん。よし、オッケー、ラム、で、エミリアも出た。よし、エミリアは多分これでもう、艦隊分は入手できたと思うんで。はい。はい。お、いや、頼む。ほ、よし。いや、すげえ調子いい。おお、いや、やっぱりこれすげえいいんじゃない。はい。はい。はい。よし、これだとエミリア出たらコンプリ、おー、レムとラム。いや、これ並んで出てきた時のエモさ半端ないでしょうね。で、うお！いや、レム2体出る。いや、こういうの見逃しちゃうのちょっとあれね。で、あ、これでみんなも艦隊組めたんじゃない？あ、そうね、艦隊組めるわ。はい。なんかすげえ今回引きよかったね。ちょっともうちょっと引こう。一応やっぱメインがコンプできてないのと、やっぱリゼロコラボも、もうちょっと持っていきたいもんね。はい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 。あれ、リバウンドしてる。やべ、めちゃくちゃリバウンドしてる。あ、これはクルシュね。はい、クルシュじゃない、なんだっけ名前。エポカじゃないし名前が出てこないや。まあそのボバルウォーツだっけ。あ、ホルツナか。そんな感じで、はい。で、終わっちゃったね。いや、でもやっぱちょっとこれじゃ終われませんよ。ゼロから始めましょう。というか、それがやりたいがためにオーブみんな200個ってぴったりやったんで、やっぱゼロから。1からじゃなく、オーブ1個からじゃなくて、オーブゼロから始めましょう。いや、やっぱね、全端末コンプしたいっすわ。いや、ちょっとリゼロに関しては、ちょっとやっときたいっすね。で、いや、これ本当はね、オーブ、その40連みんなして、あんまり6なの引けなくて、いや、これじゃ終われないよ。1から始めましょう。いえ、ゼロからみたいな小ボケして、
始めたかったのに、なんか割と引きが良かったから、ちょっとその小ボケの重みがなくなっちゃったね。はい。しかもあんまり死に戻らないし。いや、死に戻りもちゃんと声聞きたいもん。ほい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 。お？あ、これエミリアかな？よし！よお他が、他の端末がすげえ死んでる。これキュッピンしないかな？あ、しないね。はい。よし。で、エキドナ出ました。お、よし！あ、これで結構、あとはこの端末でラム出たら終わりかな？あ、違う、レムもいないのか。で、レムは、そうね。現地取りました。もう仕留められませんよ。マジで、僕使わなきゃな。そしたら、はい。あと、これして、そしたら終わろうかな。ちょっともう、コンプしたい気もしなくもないけど、お金のもったいなさ的なのも、あ！ああ、違う、これ普通の確定か。なんかあんまり思ったより、いや、死に戻りのボイス聞きたいということだけがあと残った。うおぉ！レム、レムめ、レムいや、これでもうレム終わりましたけど、ちょっと待って、もうこれは、さすがになんか追いかけたら変な予感がするな。ちょっと待って、メインだけ、あと、そうね、メインはもうそ本当に何出てもそんなに変わんないんで、メインだけあと30連して、その、コラボグッジョブ、それだけ集めておくから、ちょっとさすがになんか、よその端末これ、まぁちょっと、今はいいっす。これで、はい。おー、なるほど、そんな感じね。割となんかあっさり気味な気がしたけど、でもなんかボイス喋るみたいな感じじゃなかったのね。いや、これでもう満足だわ。あとはコラボグッジョブコンプしたら、もうこのガチャとは、多分大丈夫かな。まあ、もうあと10連くらい。その、ラムレムピックアップ来た時に、サブで10連くらいして、まあ、出なかったら、ちょっと諦めようと思います。はい。で、うわぁ、めちゃくちゃ星玉近い。はい。で、これ使って、いやでも、今回のコラボ、なんか今までじゃ見たことないくらい、すげえ複雑になってるよね。まあ、多分やればそんなに難しくなさそうなんですけど、なんか神経衰弱とか、格ゲー攻略戦でしたっけ？なんかあんなんとか、今ももう、今もできるようになってんのかな。で、これで星玉。やっぱキュピンなんないな。キュピンって皆さんなってます？これでもう星玉、5回引いたけど来てない。やっぱ、モンストの、まあ、半分天井とは言わないな。はい。あ、出ましたね。これだと逆にラムが、まあでもラムは群れて戦うタイプというよりかは、どっちかっていうとなんか2体ぐらい編成して、なんか重力減速壁キャラのサポートみたいな感じのポジションになっていくから、まあ、重なって一番嬉しいのは何だろう。やっぱエミリアが、性能的には重なっていろいろできそうなのかな。クロス分身弾とかだし、遊撃とかつけたり、まああと過激で分けたりとかもしてもいいかもしれない。ほい、ほい、ほい、ほい。あれなんか最後にちょっと待って、いい感じのうちになんない。やべ、なんもなんない。あ、これ最初鳴らした人じゃん。多分2機で出てくる人だと思うんですけど、ちょっとよくわかんないです。これは？あー、で、おかわりダイスとか、まあ、選べるべる、フエルビスケット、ステッキ、ミラクルミン。よし！いや、これでゼロから始めた。買いやりましたね。いや、これ本当になんか夜中0時から始めたらなんかエモいみたいな感じのコメントあったけど、マジでそれしてくると思わなかったね。まあ、なんか運営さんもその辺いろいろ考えてたのかな。はい。じゃあ、これで終わります。ごきげんよう。